YouTube ライジオンです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、こちら、ペッカ工場やっていきたいと思います。ということでね、動画投稿、1週間ぶりくらいですかね。お久しぶりですと。いうことでね、復活綺麗に、ペッカ工場やっていきたいと思うんですけど、今の環境ね、まあ、シーズン、あともう、3日ぐらいか。残り3日ぐらいで、普段だったらね、俺はもう、つよつよデッキに手を染めてる頃なんですけど、まあ、手を染めてはいるんですけどね、ペッカ工場が今ね、ちょっと、その、強いデッキ側に立ってるっていうね、珍しい環境になっております。まあとはいえ中身はね、いつものエレキプラスのなんかじゃなくて、もう完全にあれなんですけど、このね、まあ進化アーチャーとリトプリっていう、まあ環境に手を染めてる感じのね、中身なんですけど、26号をいきなり引いていくと面白いですね。このゲーム、おもつろおもつろい。さあ、ここはナイスピキったんでね、最悪やなこれ。まあリトプリ出すか。悔しいですが、本当はリトプリはね、食らってない方の逆サイドから展開していくのが強いんですけど、まあまあしょうがないですね。とで、ペッカーね、この位置にこんな感じで早めに出すと完封できます。正面じゃなくて今みたいに端っこ1マスやってあげるのがポイント。ホグが森ってなってる、完封できます。ただ、このね、次のターンですね。これ、アイゴレホグ、マジで怖いんですよ。でも、アーチャー溶かしてるから、熱いか、ちょっと。あ、やば。で、進化スキルには絶対に、もう、ゴーストで守るとかで、そういう下心出さずに、ザッポーズのが大事。ってことでね、まあ、世界大会、すげえ楽しかったんですけど、僕はですね、フィンランドでは一切、動画も撮らず、配信もせず、はい、カジノに明け暮れてました。明け暮れてたって言うと言い方悪いか。没頭してました。いやー、っていうのもですね、ちょっと、去年は、毎回ね、毎日か、ほぼ毎日、まあ、試合の日以外はね、基本フィンランドで動画を撮って、みたいな日々を送ってたんですけど、まあ、今年はちょっと、本気で遊んでみようかなと思って、はい、人生をかけてカジノに行ってました。ってことでね、ツイッターとかでもちょくちょく聞かれたりしたんですけど、はい、収支の方は、もう最初のね、2日で、ちょ、これ絶対喋りながらやったら負けるな、この試合多分。多分だけど、見えますね、これ負けるのが。よいしょ。これ進化アーチャーで飯食えないですか？頼む。オッケーオッケーオッケー、素晴らしい。いや、マジでいいな、お前。でもリトプリ出して、あ、でかい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 。こういうことなんですよね、結局。よいしょ。これはアイスピホグ警戒のゴーストね。こいつでアイスピ割りをしていきます。やられたー、やられたー。これ多分頼むから一発でお願い。 OK、 アンドスよし。 OK、 あーマジか。大砲じゃなくてスケが来ると思ったんですけど、大砲が来ちゃいました。これはホグをね、モリモリのホグを出したいと思うんで、あ、これで大砲もあったかな、多分。まあ、アイゴレホグ、マスキアイゴレホグまでね、相手は組みたかったと思うんで、3コスト使わせる大砲、大砲というか、工場ですね。よいしょ。来そうか、ちょっと。まあ、一応出しとこう。ここで来ないってことは、基本こういうね、ペッカとかを、なんだろう、釣るホグを出してくるんで、そのタイミングでね、ここら辺にアーチャーを出していきたいなっていう気持ち溢れてます。これあとは連打、めちゃくちゃこうやって歯茎出してキモい顔しながら連打していきます。これでザップ、あいつはマジで即ザップ大事。待って、これワンチャン勝ちそうだぞ、熱っ。はい、26億にもね、こんな感じで勝てますね。ポイントは進化アーチャーを大切に大切に大切にして、セパレートで出すことですね。はい、まあ相手がただただなんだろう、普通に投げてきたホグに対しては、基本的には進化アーチャーを当てずにユニットで守りたいですね。なんでかっていうと、基本そういう時のホグは、相手、もう手にこうやって呪文構えて、ファイボでね、こうエイム合わせているんで、まあ、進化アーチャー直撃されてなんか悔しいなっていう感じになっちゃうんですよ。なんで、まあ基本こういう感じでなんか、リトプリ逆サイケツ出して、まあ、ペッカを持ってる状態で、まあ10コストになったり今みたいにね、タワー前に、ホグと被ってもいいようにね、まあ、ペッカ出して、
やって、まあ、そしたらね今みたいにその返しで保護を出してくるんで防衛保護をしてくるんですよ。そこでこうやって今みたいに合わせると基本そういうホグは、まあ、釣ってエリクサをね咲かせるためだけでまあ一発あればいいかなみたいなホグなんで、まあ、ファイブは打てないんですよね。逆サイドにトクリもいてこっちにペッカもいるんでファイブ打ったらもうくしゃくしゃになっちゃうんですよ両サイド。もうなんかすげえの来たな。こういう時はアーチャー捨ててちゃんと鉄から出します。スパーキーだったら泣きますこれは。いやいいんですけど、あーなんだこれ、ジャイスキラっぽいですね。ジャイスキラっぽいのでこのアチャクイってやつはね攻撃速度上がんないんで安心。もうリトプリになんか見慣れすぎて射程系のユニット全部攻撃速度上がっちゃうんじゃねえかって思っちゃう。そのくらいの錯覚を覚えてはいる。あー渋っ。これさ、ザップで、うっ!ペッカ、ぶん殴んねえか。意味。よいしょ。この完璧なね。はいはい。射程管理と。やべ、カジノの話絶対全然してないわ。まあ、いっか。まあ、そんな感じでね。2日目、行って、俺5日間あったんですけど、俺の、フィンランド。5泊だったんですよ。で2日目で3000ユーロぐらい買って、で去年俺その日本円にしてまあ60万円近く、まあ、カジノに負けてしまったというか、まあ、カジノに貸したって思ってるんですけど貸したんですよカジノに。なので今年はね返してもらおうと思って、でまあ2日目にしてまあだいぶトントン付近まで持ってって、そこからねまあとどまるという選択肢はなくまあガンガン進んで、ああ最悪やポイズンずれた。マジで、うわ、これ当たってたらマジで昇天してましたね、正直。折れてたと思う。これね、当たってないと相手今許容してこれ、絶対ジェイスキラ来るんですよ。ほら、来ましたね。熱っ!これ守ったマジでいけ。一旦ゴーストだけぶん投げて、ケツから入りましょう。もう一回ボーラーかな、これ。あ、熱いな。あいつにポイズ打てるのマジで幸せなんでね、噛み締めた方がいいっす。え?てかやばい、今の一瞬でタワー引くほど削ってるけど大丈夫そうかこれ。さあこれはまあちゃんとね、でこれポイントなんですけど、オーラが内側に来てるんでちゃんとペッカを外側に出す、これ大事っすね。そうすると2発目ぐらいからこうやってあの後ろのリトプリに当たらないんですよね。こういうなんか気遣い、気心、心ね、みたいなもんが大事ですね。ここはユニットで守ります。いやーこれボーラー直当てでもよかったかもしんないな、気持ち的には。うわ、待って、これ対局終わってんな。死んな、お前。いや、もう終わってますやん。いや、終わってますやん。ほら、相手はこうやって、外側ペッカ、内側リトプリだと、外ボーラーを出したいんですよ。こうやってやると、全部ね、ダメージが入るんで。はい。どうどうどう。マジ?ちょっと待って、相手さ、進化アーチャー夢中になりすぎて、U の、一番受けなきゃいけない U の受けてなかった。GG ですね。はい。ってことで、ちょっと話しながらできなかったんですけど、どんどんやっていきますか。で、その後、残り3日がね、ありますというところで、俺はね、本気で勝ちたいと。本気で勝ちに行ったんですよ。で、ルーレットをね、基本的にやっていて、すごいんですよね、本当に。で、なんか、まあ、いろいろとね、いろんな打ち方をしてたんですよ。まあ、2分の1にかけたりとか、まあ、してたんですけど、途中で俺がなんか、ルーレット1点掛けして、もう本当に勝ちに行ったんですよね。ってやった結果、3日間ぐらいやって、まあ、ちょっとマイナスになってね。結局は、なんだっけな、1500ユーロぐらい、プラスで、まあ、フィニッシュと。はい。撤退したわけじゃなくて、普通にしっかり最終日の、夜2時までやってたんですけど、夜2時まで張り付いて、時間切りでフィニッシュっていう感じでした。悔しかったですね、本当に。よいしょ。すげえ怖い。熱っ!ほら、こういうことなんですよね。こういうところが、やっぱルーレットで身につけたこのギャンブルザップ。ここの嗅覚なんですよ、結局。あ、ここに来る!
あ、ちょっと待てよ、26が似合うなっつって、俺結構26とかにかけてたんですけど、1点掛けで。このね、嗅覚がやっぱ効いてますね。だからこれルーレットって0から36までまあ数字があるんですけど、相手のこのマス目もなんか今あれですね、36分割に見えてますね、こうやって。俺的にはそのくらい明け暮れていました。すごくエンジョイしました。いや、何言ってるか分かんないけど楽しそうでしょ。はい、楽しかったです、本当に。終わってはいるか。さあ、まあまあまあ、そんなことだってありますか。人間終わっていることの一つや二つ。もうやりますよ。これ2発入るっていう冗談やめてよ。冗談はおよしーって言ってるわ、ボンちゃんも。はい、やべえ、それやばい。俺の大ってか、また26やんけ。どうなってんの俺、マッチング。まあこうやってね、やばい、なあ、もう終わってますよ、これ終わって、終わってる。よいしょ、頼む、更新しろ。マジワンチャンある、マジでマジでワンチャンある、これ。ちょっと待って、ガチである、ガチである、これ。右が刺さるドッキリみたいにないか、ワンチャン。これガチ熱い、ガチ熱い、ガチ熱い。え、マジで熱いやんけ、マジで熱いやんけ。よっしゃ、熱い。いや、やっぱあの読みザップの嗅覚が。よし、行きましょう。情けない姿を見せて。俺本当はなんかこういう動画でもちょっと今年はカジノに行ったことを隠そうとしていたんですよ。そしたらなんかツイッターで、岸さん、去年までね、あの実況やってくれていた岸さんからメンションがあって、ライジョンズさん、今年も収支報告をお願いしますっていう、意味わかんねえ、意味わかんねえリプが来て、それのせいで俺隠そうと思ってたんですよ、情けないから。嫌じゃないですか、フィンランド世界大会で行ってさ、カジノ行きまくってる、行きまくってるっていうか、まあ行きまくってるどころじゃ済まないぐらい行ってたんですけど、なんかそんなに人間嫌だなと思って、もっとかっこよくありたいなって思って。なんか消えたな、何が消えた今で。ゴブリン、でもゴブリンってさ、この速さで多分出ない。でもゴブリンしかないか。アイスピ消えて、あの速度で消えるカードってゴブリンしかないかな。ちょっと一旦何が消えたか見に行くか。これ多分ディガーで受けてくるか。そこを工場で行くんですよね。はいはいはい。で、迫撃まで引き出させて、あ、これ、ウッドアイスピだ。うまい。やりますやん。うわー、ゴブリンに、あ、ゴブリンだったな。きっと消えたの。さすがに。わ、これな、これ受けないで、ちょ、血ペッカーいきますわ。これ相手、はげきらないで、あれしたんで、まあ、今、ちょっとだけアド取ってると思うんですよね、多分。俺の感的に。なんで、まあ、これ血ペッカーいって、逆サイドはげきとか来たら、リトプリでね、全受けして、両サイドカウンターいきたいと思います。さあ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 。うん、3アド取ってるね。さあ、4アドまでいってましたと。まあ、ここは、いいじゃん、いいじゃん。出ませんと。よかった、出なくて。こういう気遣いもできます、リートプリは。OK。ここは、ゴブリンさっき出してなかったんで、うわー、ゴブリン来ると思ったわ。やりますよん。できるみたいやん、ちょっとは。OK、OK、OK。これはアーチャーでタケ取れるんでね。まあ。ゴブリンを消しながら迫撃のタゲを変えれるいいザップだったんじゃないかな。まあタワーにちょっと入ってしまってもいいだろう。
ゴブリン咲いた後だから、わあそれうまいか。ちょっとこれザップ意味ねえか、ごめんなさい意味なかったです。これ難しいか。さてはこのゲーム、世界大会見せて思ったんですけど、クラウドは難しい可能性出てきましたね。これが、うわー最悪や。いやーお前か、お前だよ。いやこれマジでさ、やべえ香り出てんだよな完全に。いやあっちゃしかも一体片割りいかれたしな今、まあ、まず逆サイドで飯食って、いやワンチャンある、これワンチャン生まれてんな。やばい頼む。いやもういい場面出せなかった、全然全然良くなかったわ。まだ必死にあがく、ああ泥臭く言ってはいるが、よいしょ、ダメでした。さあってことでね、やっていきましょう。ゴースト、なんだろう、ロイジャイだ。投げ取ってアーチャで芝居て、アチャ食いだ、面白い。これで能力使うと飛ぶというね。ちょっと喋り方がキモいか、ちょっとだけ。ちょっとだけキモいぐらいなら逆に気持ちいいみたいなのがあるな。俺なんか貫通入ってるかも、もしかしてダメージ強っ。いやーゴブリン読みザップまでいけたら、嗅覚でいけたか。今回すごい一つ収穫があったんですけど、またねすいません本当に、あんまりそういう話が好きじゃない人は申し訳ないですけど、あのそのルーレットをやっていて、最初はねやっぱ2分の1とかにかけるんですよ。2分の1の確率で当たるところとかによく基本的にはかけるんですけど、初心者って。で俺も最初はそうやっていたんですよ。なんですけどなんか勝てる方法ないかなってすげえ模索してて、で模索してるうちに一つの打ち方にたどり着いて、もうまあシンプルに出そうな、なんか俺の嗅覚が出ると言っているところに、そのなんかなんだろう、もう数字を囲んでなんか一点掛けに近いような形でね、まああのかけるやり方でかけたんですよ。まあ花を咲かせるとか言って、あの花が咲いてるようだったんで、見た目がね、そこに当たったら花が咲くとか言って、あの花坂打法とかやってたんですけど、後々その打ち方を調べたら、なんか本当にそのフラワーベッティング打法っていうのがあって、なんか、まあ、本当に花が咲いてるように見えるからフラワーベッティングっていうっぽいんですけど、あの本当になんだろう、打ち方っていうかれっきとしたちゃんとした打ち方にたどり着いてたっていうのが今回すごいね収穫でした。なのでマジでちょっと才能がある気がしてる俺は、まあ、そう思わせるのがね向こうの狙いなんでしょうけど、そのくらい楽しんじゃいました。本当に多分今日はね終始何を言ってるか分かんないと思うんですけど、楽しかったことだけは伝わればいいかなと思ってます。よいしょ、まあ、そんなところでね、クララの方もこれやばい
これね、今ゴブリンとトリトン咲いてるんで、マジできついはず。ほっ、いやマジでいいの打たれちった。あ、やば、ちょっと待って、アチョピってカード忘れてたかもしんない。俺ざけんなよ。おい、タコパス。あ、さあ来ました。アイスピー、ちょっと多いっすね。また26かかる、もしかして。え、ガチでありそう。もう疲れるから26嫌なんだよって言おうとしたけど、クエイクホグか。クエイクホグの方がちょっと嫌ですね。いや嘘か、それは嘘ですね。もう、いやこれさ、ポイズン打つべきなのか田舎問題あるんですよね。実際これは言うのまでつけて、どうせ、よいしょ。オッケー、これね、もう一枚受け必要。いや、ワンチャン。これ、ロイホグやないか。ロイホグやないっけ、これ。これ、でも、デリー、いや、チャンピオン生きてたかな、デリバリー出された時。あー、チャンピオンサイクルでした。チャンピオンが死ぬまでだったよね。手札は3枚でもあるんで、チャンピオンが死んでからとか死ぬ直前にデリバリーだったらあれなんですけど、これ棒ポイの方がいいな。これロイフグ来たらマジで、あれ、ちょっと待って、ごめんなさい、本当に悔しい。これあれ相手もおやってなってるわ。ミスかなってなってると思うんですけど、ざけんなよ。これ進化助ね、舐めたらマジで死ぬんで、本当に気をつけてください。こっちか、タゲ。いや悔しいですけど、はっ、うわ最悪。ちょっと待って、いやこのダメージがもう痛すぎなんよ。痛すぎて草なんよこれ。よいしょ。よいしょ。さあ行きましょう。いや、いいやいいや。ちょっと話変わってきたか、これ。ちゃんとゴーストは攻めに使います。少ない？これ。なんで勝てそうだぞマジで。スケ咲いた、スケ咲いたらユーノが刺さるんです基本的には。ここで突っ切らないと終わる気がした。やつ、そっち行くんだ。いけいけ、はぁ、俺待って、今日待って、すげえマッチング悪くない。なんか待って、26ホグとだってさ、これやべえぞ。どんなマッチングしてんだこれ。ゴブリンだし、なんかすごいじゃない。ちょっとこれで勝てるってことは、マジで何着ても勝てますね。ちなみに今の環境ね、マジの一番のっていうかね、もうペッカの天敵である代表のバルーン系とクロスがいないんですよ、今シーズン。なんで、なんかね、この、もうちょいゴブジャイ系で溢れてるんだよね、本当は。今回まだ一回も引いてないけど、ゴブジャイ系をもっとね、無事引きまくって上がりたい所存です。よし行きましょう。
旦アーチャーセパするか。アーチャーセパして、プリン、なんだろう、ホグミニペか枯渇。もう今の環境枯渇ね。マジで今のマッチングを見ての通り、なんかまあウッドが入ってないデッキには基本的にまあボーラーが入ってたりとかね、ああ枯渇っぽいかマジでするんで、基本的には結構辛いイメージがあるんですけど、枯渇は行かれた、しっかりよいしょ。ああ、そういう系か、なるほど。走る前に一旦能力発動していこう。 OK、 これいらねえな、自陣で受けよう。打ってもいいんですけど、別にあいつ単体だったらそんな怖くないんだよね。あー、スキルも発動してこないですね。高キャスペいきます、ここはいきます。まあ、ギャングサイター後で、相手はね、プリンス持ってるんでね、右つけたら、プリンスで受けられて、受けがちょっと渋くなってたんですよね。なんで、熱いか、ちょっとこれ。これは結構ダメージを食らっちゃうんですけど、派手なカウンターができるね。おっとっとっと、これは、ガチ？うわ、強すぎる。ちょっと待って、こっちだな。いや、ナイトが邪魔だなマジで。あ、やっぱ、まあこれは逆サイドはワンチャン食らうけど、オッケーオッケーオッケー。いや、ちょっと静観だな、これ。一旦プリンで回収してくるんで、ポイズン打って。ここはスキルとか絶対打たない。ゴース温存して、いいよ。あー、怖っ。ガチで怖いやつだ、これ。今まで見てきた中で一番怖い思いさせられるの、多分。やばい、ちょっと待って、やばい、痛すぎる。ああ、すごいマッチングだったかもしんない今日待って、今日マジできつかったぞ、多分。なんかすんげえな。はい、ってことで、やっていったんですけど、いや、もうちょっと、柔らかいはず、マッチングは。なんかすげえのいっぱい引いたわ。まあ、ロイジャイは勝ちたかったか、正直。パコタズにやられたんですけど。まあ、それ以外は、結構頑張ったんじゃないかな。ってことで、環境ね。まあ、エレジャイとかね、ゴブジャイに対してこのペッカ工場が強くて、マジで、こんなシーズン終盤にね、この辺に入れるデッキじゃなかったんで、今までは。なんでね、すごいおすすめです。なので、使ってみてください。ってことで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。